した状態の艶のピカピカって調子ツルツルかピカピカまあいや艶よく艶って感じの方の艶ですね。めっちゃいいですか？知らないから。それはその人の肌の色なんですよ。ヘアデザイナーの一応今、イタチで染めて今根元だけ乾かしたんですけど、ここから、カラージャムを塗っていこうかな。それで今回はアッシュ系でいこうかなと。レベル的には多分、7、8トーンぐらいになると思います。灰色と緑と青です。で結構灰色を使えるけど全部は使えるんですけど、営業ベース考えるとやっぱ灰色が結構使うことが多いですね。灰色単品で塗っても全然綺麗にアッシュっぽい感じで暗くなってくれる。そんなに緑にならないでしょ。そうですね、あんまりブレがそのままなるべく茶色になろう茶色になろうってしてます。はい、時イタチ塗ってもう塗り終わったら、チェック終わって塗ったら中間毛先塗るんですけど、中間毛先塗って根元をなじませるために塗ります。上からかぶせて。もともとコンセプトで、やっぱ本、ね、どのフェイスブック見てもお客さんホームカラーをやってるので、それをノーカットででも綺麗にしますっていうのでもういい加減やめてほしいんですよ。っていうのはやめてほしいっていうのはどういうことかというと、リアルでうちのお客さんも髪の毛切らないでください、染めてくださいっていう人もいるんですよ。でこれはほらお客さんできないからさ、こういうさっきのアイデアとか。なのでこういうのをしたいのはお店しかできないよねっていうところから、だん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 ね、お店の方にやっぱカラーつけなきゃいけないなっていうのがね、一番の思いなんです。ホームカラーダメってなくすんじゃなくて、もっとサロンでやるとすごいね、こんな家ではできねえよってことを僕たちはどん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 やっていきたいなと思う第一歩がこの状態なので、今のイメージは今年はシーズンカラーでこれを押してます。でまた今度は秋冬用に今また作ってます。